陰流を初めて見た時すごく不思議な感じがしました。二人の動きの中に奥行きとそれから深さが見えるように感じられて、ああこれが500年も前から体を通してつながってきたものなんだなってすごく納得したし、探求したいなと思いました。今はその時のその神秘性というものを少し違う感じで捉えています。神秘というのではなくて、非常に合理的で独特な体遣いと、それから緻密な間合いとでできていたんだなと思っています。稽古を重ねるたびに奥深さを感じています。